どうも、トモハッピーです。はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤチャンネルのトロピー大塚です。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、今日はね、トーク会なんですけど、はい、トロピー、正直、はい、マジックザガザリング、おかしいよ。何がおかしい。やっぱこの間さ、禁止改定があってさ、ああ、はいはい、ありましたね。15種類禁止になったじゃん。そうですね、あのパイオニアボタン、レガシーと、しかもその話じゃないんだよ。何かいって、その話じゃないんですよ。その話すると思った。何がおかしいかってね、はいはいはい、マジック・ザ・ガザリングってさ、世界でさ、一番愛されてるさ、元祖カードゲームなわけじゃん。そうですね、はい、圧倒的競技人口なわけじゃん、世界で言ったら。はい、日本でさ、なんで今さ、うん、盛り上がり方こんなもんなんていう話、あんまりその人気に比べて、うん、日本では盛り上がってないって話です。そう、うん、マジックの魅力に対してユーザー数とか盛り上がり方とか市場規模が小さすぎると思うんだよ、はい、なんかね、おかしくない？なかなかね、まあ、一般的に浸透してないところはありますよね、うん、おかしいよね。いや、ある見方をすればそれが自然なこととも言えるし、ただその魅力を知ってる、もう22年間これを続けてきてさ、いまだに楽しくキャッキャとドラフトして遊んでるわけじゃん、うん、はい、俺からしたらめちゃめちゃおかしいと思うわけ。テーブル大事にしろって言われちゃいそうだから、そろそろやめるけど。まあ、ゲームの中では、うん、他にね、もっといっぱいいっぱい盛り上がってるゲームあるんですけど、うん、まあ、それらに魅力はに負けてないよと。まあそうだね。いろんな理由があると思うんだけど、今日はその辺をね、ちょっと語っていきたいなと思います。まあ、そこにマジックを盛り上げていくヒントがあるんじゃないかなと思って、22年前自分マジック始めた頃からしたら、これめっちゃ面白いなと思ったけど、うん、今22年後こんなに盛り上がってて、こんなに続いてて、そしてブラックロータスとかね、その古いさカードが高騰してたりさ、こんな未来は想像できたかって言われたらできなかったわけよ。でもその魅力、潜在的ポテンシャルからしたら、22年かかってこのぐらいかと、がっかり思う気持ちもあるんだよね、マジックの計り知れない魅力と比較したら。ハヤトさん的にはどこら辺まで行っててほしかったみたいなのある？まあ、少なくとも誰もが知ってるぐらいにはなっててもおかしくなかったんじゃないかな、22年もあったらっていう。確かに、このゲーム生まれてからだと、もう27年経ってて、半世紀経って、うん、そう、サッカー、バスケとか誰でも知ってるじゃん、うん、これぐらいはいけるポテンシャルが、うん、まあ、マジックだけじゃないよ、その遊戯王もポケカも、うん、カードゲームの主要タイトルの話に置き換えて聞いてもらってもいいんですけど、マジック以外の方はもともと見たらさ、はるかなるステージに来てるんだけど、マジックは、うん、触れたことあるっていう人も増えてるし、知ってる人も増えてる。だけど今ベースで振り返って考えたら、どこでなんかボタンをかけ違えたかなみたいな、なんかそこまでいきます、うん、いや、なんかハレリアとかもさ、やっててさ、プロとしても活動してたり、今 YouTube もやってるけどさ、もっとなんか道中できることいっぱいあったし、僕らだけじゃなくて、僕だけじゃなくて、みんな公式も民間企業もユーザーももっともっと無限にできることあったし、例えばさ、はい、じゃあヒカキンさんと同じ時にさ、はい、YouTube 始めてさ、マジックキャッキャできたかっていうと、できてたらすごいけど、できてないしね、はい、でまあ自分たちじゃどうしようもなかったかって言われたら、はい、先見の目とそのアンテナ力があればできたかもしれない、それは。さあ、このヒカキンさん、田島社長にヒカリさんに Twitter で DM で面白いゲームがあるから紹介してみようみたいな、そこでそういうアクションができてたら、うん、全然世界が変わった可能性あるよね。もともとその、うん、ね、野球もサッカーとかもちっちゃいところから始まってるんで、うん、今がそれ100年とか経って今の地位に来てるんで、サッカーとか野球にもそういうきっかけがあったと思うんですね。今ではメジャーになってるスポーツもね、全然もともとはその市民権なかったし、うん、人口もいなかったわけで、やっぱね、漫然とやってたらさ、できることやってるし、着実にこう盛り上げ貢献していってるみたいな目でも見れるんだけど、結局自分が果たせてない責任でもあるんだよね。とりあえずハレリア始める前とかで言ったら、まあプロにオールインしてたから、うん、まあ、ちょっと置いとくとしても、ハレリア始めた後で言っても、うん、なんかいろいろできたんじゃないかなっていう、はい、もう創業から10年経ってて、そう、10年前とかね、 YouTube もブルーオーシャンの状態だったし、本当にそう、自分でやってもいいし、うん、YouTuber さんたちにマジックのボックスプレゼントしまくってもよかったし、うん、悔しいと思うわけ、はい、この、まあ、悔しい思いをしたくないなっていうのはあって、まあ、最近の活動にもつながってるんだけど、まあ、これからどうするかみたいな、そう、はい、マジックのさ、これ弱点でもありさ、すごいところでもあるんだけど、はい、公式でさ、要はアニメやったりさ、コロコロに漫画が載ってたりするわけじゃん、他のタイトルは、はい、ポケモンっていうディズニーをも超えるさ、はい、ようなキャラクターがさ、世界的に人気があってさ、うん、そのキャラクターがどのカードにも登場するみたいなさ、とんでもないそのマーケティング上の
破壊力、まあシナジーというか、そう、はい、ありますよね。キャッチーなキャラクターがさ、うん、たくさんいて知られててさ、うん、他の媒体でもさ、遊戯王だと例えばブルーアイズとか、そう、あと遊戯とかその漫画のキャラクターとかありますけど、うん、マジック知らない人ジェイス知らないんですよね。そうなんだよね。他にはあってマジックにはそれがないのに、うん、こんだけ盛り上がってるっていうのはすごいことなの。その新品で言ったら正直遊戯王ポケカノが溢れてるんだけど、はいはいはい、古物市場込みで動いてるお金、うん、その市場でね年間動いてるお金で言えば結構マジックもいい勝負になると思うの。アニメ漫画がないのもつながってるんだけど、はい、こうキャッチーなね、はい、マスコット的キャラクターがいないのよ。マジックで一番知られてる、もしかしたらマジックザギザリングっていうタイトル以上に知られてるのがブラックロータスがある。あ、まあ、値段とかで知られてますね、よくね。そうで、あれってさ強いし、うん、超高額だし、うん、その知ってイラスト見た時にあ綺麗なイラストだなとは思うけど、うん、なんかキャッチーなマスコット的存在じゃないっていうか、まあ花の絵っていうか、まあ、結構絵画みたいなもんですもんね。なんかそういう風に仕立て上げればいいのかな、もしかしたら。なんかあのツイッターの同人漫画的な感じで、はい、ブラックロータスくんみたいなどういう漫画になるのかわかんないけど、だブラックロータスがもうマジックしてるみたいな、はいはいはい、一番有名なブラックロータスをもっとみんなで立ててあげるっていう、うん、まあ、でもなんかブラックロータスへのリスペクトが足りないみたいなことにもなりうるじゃん、出したらフレインズウォーカーってシステムは、うん、そういうキャラクターとしてのアイコンをあのウィザーズが出そうと思ってやった施策の一つかもしれないですね。あ、そうだね、それは良かったよね、めっちゃ良かった。ジェイスがデュエマ行ったりとかさ、ハレリアの、うん、まあ、昔の話ですけど、リニューアル前 の、 その壁にもなってたじゃないですか。ただそのぐらい の、 そのアイコニックなキャラクターではあったわけだって。やっぱブラックロータスの次はジェイス・チャンドラーあたりだね、うん、一番有名なのね、うん、そういうところがね、プレインズウォーカーしていくっていう感じなのかな。あとさ、やっぱ道中さ、デュエルファイター陣とかさ、はいはいはい、あとデュエルマスターズの初期とかさ、今だったらスベソレとかさ、ね、道中マジックの漫画も出ててさ、うん、それはすごいいいことだと思うんだけど、はい、ただ全世界で展開してるカードゲームがさ、じゃあ日本で遊戯王、デュエマー、ポケカーとかさ、それ級のアニメをさ、日本でできるかって言ったら、まあ、なかなか厳しいくない。アメリカさんっていうのもありますからね。前にちょっと映画の話とかありましたよね、マジックの。あったね、ネットフリックスでやる20世紀フォックスが買い取ったんだよ、私権利を。あれ、どこ行ったの権利だけ買ってったんいや、今ちょっと温めてるんですよ、多分ああいう映画とかもね、ハリーポッターみたいにさ、うん、シリーズ化してくれたら結構その市場も大きくなるかなと思う。ハリーポッターとか結構日本でも結構社会現象ぐらいになってたと思うんで、うん、そんぐらい言ってくれると嬉しいですよね。なってた、ロード・オブ・ザ・リングとかね、うん、そんな感じの話にできるじゃない、マジックで。ね、してほしいですよね。いっぱいストーリーもバックボーンあるんで、いっぱい。いや、そうだよね。もういくらでも映画化できるようなストーリーがもうすでにあって、キャラクターがいて、プレインズ・ウォーカーってやっぱアメコミのキャラクターみたいな感じだし、うん、使いやすいと思うんだけど。ですよね、うん。そこ頑張ってほしいって。そうだね。ちょっとマスコットの話戻るけど、マスコットさ、どうにかなんないかな。どういう感じがいいんですかね、ジェイスがだってさ、ブルーアイズ超えないでしょ、どうやっても、日本で、今から。ツイッターとか結構なパワーあるじゃん、マジックって。マジックのワードがトレンドになったりするじゃん。だから、ツイッター上でマジック・ザ・ギャザリングのファンの人たちの集合した力ってものすごいパワーがあるってことだよね。いや、問題は全然でも、そのコミュニティ的に同じところの中でドンって言ってるだけで、例えばおしゃれ女子とかには多分リーチしてないと思って、だからやっぱり一般では全然リーチしてない層はいっぱいいると思う。まあ、いろんなところにちょっと波及していっていない、巻き込めてないっていう感じですよね。マジックじゃない層を巻き込みながら MTG を盛り上げるみたいな活動が全然できてないっていうことですね。でそこで何が必要になるかっていうと、遊戯だったりブルーアイズホワイトドラゴンだったり、うん、ピカチュウだったりさ、マジックのね、本当に一般人が知らなすぎるんだよな、キャラクターとか、うん、この問題だよな。やっぱりマジックのマスコット的な何かがあればそのつなぎ目になれるみたいな。何かポケモンカードだとはじめしゃちょーとかが、うん、なんか YouTuber、 ポケモンカード YouTuber といえばはじめしゃちょーみたいな感じもあるんで、スーちゃんとかはじめしゃちょーっていうのがあったからポケモンはこんなに知られたし、うん、再びねユーザーが増えたよね。まあ有名人を巻き込むっていうのは一つあるかもなって、うん、マスコットはいなくて。そうだよね、まあ、それがやりたくて2年前から YouTube してるのもあるんだけどで公式だったらじゃあこの人にこれぐらいまとまった金額出してお願いしようってできるけど、それは日本の公式が世界に対して日本だけでそんな予算取れないんじゃないかっていうのも思うし、うん、マジック取扱店さん、はい、みんなでお金出してなんかやればいいじゃん。ハレリアが旗振って協力してもらえませんか。でもさ、それさ、間接的でさ、参加しないお店ばっか得だよね。だから参加したお店がちゃんとリターンあるように設計したい。そこで考えると結構難しいですね。まあ自分たちだけでやれないことはやっぱりみんなでお金集めてやるっていうのは一つの手だけど、まあ、難しいよね。個人営業の人たちとかは嬉しい。なんかやっぱり他
のさカードゲームとかゲームタイトルとか、うん、キャッチーなプロモーション面では後手に回っちゃってるところはあるじゃん、うん、そうですね、まあ、昔からそのマジックは PR 面弱いみたいな、うん、そう言われてきたじゃん。ゲーム面はいいけど、うん、PR 面が弱いよねっていう、まあ、そうだね、昔から言われてましたよね。もうトモハッピーとかトロピー大塚がもっとマスコット化しつつマジックの取れる数字も上げつつ、はい、外の人もマジック楽しいし数字取れるよみたいな感じで巻き込んでってやっぱり影響力ある人だって別にマジックやったら面白いと思う人多いはずだから、まあ、結構実際にさあの動画に出てくる人も何人かいたけど出てこない人も含めて経営者の方とかもさたくさんマジックハマってる人いるし、結構有名な人もマジックハマってる人いっぱいいるの、はい、で結構裏では一緒に遊んだりとかもあるんだけど、はい、ただ動画でまで扱ってくれるほどかって言ったらそうじゃないんだよね、現状数字取れないんだよね、まあまあまあ、だってここがワンツーのチャンネルでさ、はい、まだチャンネル登録者数でいうとさもうティア3以下なわけじゃん YouTube 全体で、まあ、3万と5万6000回、そう、はい、YouTube 課題だね、もっともっと必死になってなんかそのこんなどうもトムーピーディースとかじゃなくてもっとさなんかもっと芸を磨いてった方がいいかな、芸をタレント性を磨いたりとか動画を根本から、いやでもね今見てくれてる視聴者の人があまり喜ばなくなっちゃったりさ、なんか瞑想みたいにしたくないのね、これ試してダメこれ試してダメしたくない、結構やったの序盤にいろいろコンテンツを変えて、今はね結構もうテーマがはっきりしてて、うん、マジックなりカードゲームが頻繁に出てくる誰でも見やすい動画を目指してて、うん、トロピだったらどう、ハレちゃんだったら、まあ、ハレちゃんはやっぱりマジックを知ってもらった人に見てもらう動画なんで、うん、やっぱマジックをもっとね好きになってもらうコンテンツを出すっていうのが多分第一使命かなと思ってて、沼のさ、うん、入り口あたりに船で構えてさ、お口に連れ込むかかるんですね、それぞれの役割があるんだけどもっとそれをうまくできないかっていうことをね日々考えながらやってるんですけど、今日はそういったこうなんか一個一個の話じゃなくて根本的なちょっと思いの部分で語ってみたいなと思って、まあ、ちょっと難しかったですね。ただ根本としてはマジックのこう魅力、もう本当に多種多様な楽しみ方があって、うん、遊び方はもうさ100種類とか超えてた楽しみ方、遊び方、まあそうですね、もう22年全く飽きないし、むしろだんだん楽しくなってるまであるし、なんか80歳90歳になってもかっこよく楽しくマジックできてる図が見えるから、そういうゲームだからもっとね愛されていくべきだし、このゲームのねポテンシャルはものすごいから、今後ともね両チャンネルでまた違った面からマジック・ザ・ギャザリングを頻繁に出してね、少しでも盛り上げ貢献を加速させていけたらいいなと思って頑張ってきますんで、今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、今日このタイミングでね同時公開でハレリアチャンネルの方では、はい、僕が先日話したリミッター解除ありましたね。ハレリアもっとガンガン攻めます、授業を拡大します、マジック盛り上げますっていう話のねより具体的な話を、ハレリアチャンネルの方で同時公開になってますんで、はい、ぜひぜひそっちの方もこのままご覧いただければと思います。お願いします。マジックの盛り上げにね関わる動画なんでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、今日は以上となります。はい、皆さんのね、思いや考えなどもぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、動画の評価もお願いします。はい、そしてですね、僕が出ているハレリアチャンネルの方ではマジックの動画を毎日投稿しています。ね、マジックがもっともっと好きになる動画をね投稿してますんで、よかったらハレリアチャンネルの方も覗いてみてください。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。バイバイ。